年に引き続き第2回目になります。大台アウトドアフェスティバル、今年は3月4日山イベント、4月8日清流イベントと2日に分けて開催されます。山イベントは大台町のシンボル総門山を中心にトレイルランニング、トレッキングなど山に関するアクティビティが行われ、清流イベントは清流日本一に輝いた宮川を中心にカヤック、サップなど川に関するアクティビティが行われます。この動画では4月8日に行われた清流イベントの模様をたっぷりお届けいたします。4月8日大台町 B&G 海洋センターに集合。まずはオープニング前のスタッフミーティング。主催のヴェルデ大台ツーリズム野田代表から諸注意と各スタッフの自己紹介。森ちゃんです、よろしくお願いします。のめぐみです、ノッティって呼んでください、よろしくお願いします。覚えてるのがノッティ、上ノッティです。9時の受付開始と同時にお客さんが続々とやってきました。この日は予約の段階で定員となったカヤック30名、サップ25名のお客さんが集まりました。今日は大台アウトドアフェスティバルの清流マムです。ご参加いただいてありがとうございます。三重県から来られた方、はい、ありがとうございます。県外から来られた方、はい、あ、ありがとうございます。お泊まりいただいた方、はい、あ、ありがとうございます。大台町の産業課、課長をいたしております奈良井と申します。で、観光協会の事務局長も兼務をさせていただいておるところでございます。本日は、アウトドアフェスティバル2018、清流の部にですね、仕込んでおります木村というものと山本というものもおりますが、そのものと含めてのこれだけのメンバーで今日は皆さんとお供させていただきたいと思います。ちょっとじゃあガイドさんたち一言ずつ、皆さん寒いので一言ずつご紹介いただいてでお願いをします。堀さん、男子陣、キオラパドルの山本圭太と申します、よろしくお願いします。野田直樹と言います。やってます。わらびのと言います。わたぼうと言います。わたぼうと呼んでもらえます。やっております。上野めぐみと申します。ライフジャケットを着ますので、リュックサックは基本的に難しいです。スタッフ紹介の後、各チームに分かれてライフジャケットの装着、カヤック、サップ、それぞれの乗り方講習を行います。苦しくない。これ、サップという手ですね。皆さんの体で言うと、サンゴは水泳をするときはこうやってこぎますよね。裏返してはこうやってこげないですよ。キャッチする面を常に意識をしてください。で、肩幅ぐらいに広げて、この動きをします。
していただいて持っていただくと、お一人で持ち運びもできます。持ち手と呼ばれる部分ですね。本日この、持って運ぶということもやってもらうことあるので覚えててください。レールというんですが、ここに沿うように漕いでもらいます、ね、なので立っていただいてレールに沿って漕ぐイメージです。この漕ぐときに横に漕いだりとか、ここに入れてこう漕いだりとかすると板がどんどんくるくる回ってしまうので、基本もうレールに当たっていいので、まっすぐ広すぎても狭すぎても同じくらいで、そのまま頭の上に置いていただいて上の角度が急¡Gracias!
お昼になり、一度もみじの里公園に上陸。スタートの大台町 B&G 海洋センターからは約2キロほどの地点です。はい、大丈夫。小さいお店で作ってます。そうそう、お弁当を食べたら出発です。皆さん、こっち向いてポーズ。イエーイ。ありがとうございます。
会いたいんだね。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。そこそこピース。面白かった？うん、はい、よかった。どうだった？楽しかった？楽しかった。お疲れ様です。疲れました。お疲れ様です。あ、どうも。どうでした？あ、よかったです。楽しかったですか？楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。一緒に頑張ってこいでました。なあ、うんちゃうよ。え、パパこがへんって言ってんの。楽しかった？はい、よかった。何がよかった？こぐのが楽しかったです。お疲れ様です。楽しかった。楽しかった。運動で押しとくわ。この、ツアーの最中に右手にログハウスみたいな建物が見えたかと思うんですけど、もみじ館という場所です、ね、あのお米が美味しくって、この後パフェとか食べに行ってもすごくいいかなって思います。そこ、はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。よいしょ、ね、最後素敵な景品が待っておりますので、ね、じゃんけん大会頑張ってください。はい、じゃあこの後は新店長です。お米5袋5名様。やばいな。味付けるかどうか頑張ってください。じゃあいきます。最初はグー、じゃんけんほい。